したその AKB48 メンバーの一人がプロデューサー目線としてもこうやっていろんな作品を生み出すって、うん、秋元さんもそれ楽しいですよね。いやだから僕は早くにもうね、うん、もうみんな次は誰が卒業するんだとか、うん、指原も言われてると思うんですから、うん、だからもう誰よりも早くあのね、あの、うん、大きなライブハウスで、うん、はいっつって俺が手を挙げて、うん、あの秋元康は卒業しますとかっつってそれで、はい、こう指名を、うん、指原莉乃に次のセンターお願いしますみたいな規模がでけんすよ AKB さんをやらされたらでかすぎますって無理ですよ、うん、一生やめないでください、うん、いやいやそういう風にこう でまた指原も、はい、ね60ぐらいになった時に、はい、誰かにバトンタッチすればいいよ私還暦まで AKB の歌詞書くの当たり前じゃん俺だって還暦まで書いてる違う秋元さんスタートが私今25だから還暦まで結構ありますけど、うん、じゃあちょっとって俺は、はい、ね君は25かもしれないけど、はい、俺はね、大学のなんか17、18ぐらいから、はい、ずっと会や仕事してるわけじゃん。そうですね。それで俺はねおにゃんこクローブを書いて、はい、ねそれから AKB でしょ。だから AKB を指原が書いてまたもうぐるんと回ってもう一個違うグループ作ってそれで還暦迎えなきゃいけないんだよ。なんで私還暦作詞家なんですか。わかんない、まあ、そうなったらありがたいですけど、うん、まあ、なかなかそんなねこうやって長い時間続けるっていうのはやっぱ難しいですよね。いやしょうもないね指原も、もうこの道をね、はい、だから今日はそういうわけで指原三昧をお送りしました、はい、今日は1日秋元康さんの三昧最後は指原皆さんと2時間だったのに20分しかなかったんですよ。いや指原はねでもいいよ20分でも十分三昧ありがとうございました。指原莉乃さんそして秋元康さんありがとうございました。ありがとうございました。